った。龍角さんかな？粉が。大惨事に。粉溶けないっていうより、あなたどこに突っ込んでんの粉を。鼻？鼻？ガチムセだ。大丈夫？大丈夫ですか？大丈夫だ。大丈夫。大丈夫。龍角。そうだね。オッケー、じゃあ本編流しましょう。流しちゃおう。はいよ。多分うちの声入ってるのかな。はい。おい、じゃあ音声も合流させておきまっちるのでね。ああ、私のマイク。マイクどこ行った？私、あったと。オッケー、マイクも入ったね。入れた。大丈夫ですかね。ロックペさんも多分だ。みんなの音も入ってるね。大丈夫そうだね。オッケー。うんうん。大丈夫かな。バグ。大丈夫だね。大丈夫かな。オッケー、そうだね。はいよ。オッケーだ、オッケーだ。でしょ。この辺で大丈夫？立ち位置。ちょっと前かな。もうしーちゃんもうちょっと前かな。スイちゃんがね。ちょっともうちょっとね。スイちゃんがいいかもしれない。マイクも一緒ぐらいで大丈夫。そうそう、その辺かな。メリコンメリコンちょっとここで。あー、ふか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 メロンパンが香ばしい。もうちょっといいの香ばしい香りが。やべ、どんちゃんさん呼ぶ。その辺、その辺。いいよ、いいよ。香ばしい香りが。楽しいね、それ。もう焼かれて。いつまで来たんの。私がメロンパン防御力を出し続ける限り。よいしょ。大丈夫です。よいしょ、大丈夫そうだね、大丈夫そうだね。じゃあ、ね、どうしますか。じゃあこのまま、うんうん、このままどうしよう。誰がこの司会進行を務めます。じゃあ、しーちゃんどうぞ。じゃあ、私は分かりました。じゃあ、まあ、分かった。じゃあ、私が進めるわ。OK、うん、よいしょ、大丈夫だね。じゃあ、みんな各自大丈夫そうだね。じゃあ、各自、ちょっとここ3人しかいないけど。大丈夫。よいしょ。はい、皆さんこんばんは、こんばんは。大丈夫そうかね。大丈夫そうね。ああ、今現在22時、夜のね、22時ということで、夜遅くのスタートですが、まあ、今現在何名？これ何名？8名。7名だね。あと今じゃ7名。今じゃ7名。1人増えた。1人増えた。ね、増えるよって。そう、今ね、7名で、なんですけど、そう、12時か1時、どっちぐらい？まあ、日を待たないんじゃない？そう、
うん、そのぐらいに、まあ、いろはさんが合流予定って感じなので、うん、気づいたら増えてるか、うん、カメラに向かって挨拶してくれるかは、うん、あの猫次第なので、うん、そこはちょっとね、お楽しみください。はい、そんな感じでね、始まりの前の、まあ、一つお知らせでございました。はい、そんな感じで、本日、VR チャット、まあ、最大イベントと言っても過言じゃないよね、多分、この V ゲートは、うん。世界最大だよね。そうだよね。そうだね。VR チャットね、最大イベントの、V ゲット、2022冬ウィンターのね、今回はパリだね、うん、パリの方を、皆さんね、回っていこうかなというふうに、パリ花の都パリで、どうしようか、どの順番からこれは挨拶を回していきますね。配信撮ってる組から行くか。そしたらじゃあ、ドクターさんから行こう。乗っちゃった。ドクターさんどうぞ。はい、どうも。趣味に走るペンギン系 VTuber? V ライバー?ドクペスキーでーす。パリからお届け、楽しんでこー、イエイ。ペンギンがパリだー。イエーイ。はい、じゃあお次、ルナさん、大丈夫そう、大抵。はいはい、鬼の子 VTuber のキサキルナです。今日はね、こんな綺麗なところにね、いるのでね、頑張っていきたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。よろしくお願いします。はい、皆さん、皆さん、こんにちは。兵庫県 VTuber の村久保キュービーことキューちゃんと申します。本日ね、本当はね、シェルムの枠で撮ろうと思ったんですけどね、私が無事にね、24時間のね、待機を忘れるということをしましたので、確認頑張ってください。すみません、本当に。まあ、明るくしてもいいですよね。やっちまったなぁ。はい、そしたら、そしたらどうしようかな、私の画面から見て、じゃあ、クリハさんで行こう。クリハさんの方から。ユウさんはもう鳥で。はーい。え、クリハさん出たの？私最後。おかしいな。まあ、いいや。え、私でいいの？いいよ。いいよ。どうぞ。クレハちゃんどうぞ。クレハちゃん。バーチャルのジャルユニットの皆さん、クレハです。体調的に1時間ぐらいで離脱になっちゃうと思いますが、よろしくお願いします。お願いします。お願いします。よろしくお願いします。お次がまゆくん、お願いします。はーい、こんばんは、こんにちは、おはようございます。眉毛が大好きバーチャルクケ少年太眉くんでおじゃるぞ。今日もね、みんなと一緒にたくさんの太眉キャラクターを見ていくでおじゃるぞ。あ、違う違う、今日はパリだ。パリ見ていくでおじゃるぞ。イエーイ。ちょっとイコール眉毛見るしか覚えてねえや。じゃあよろしく、よろしく、よろしくお願いします。お願いします。よろしく。そしたらお次、翡翠さんお願いします。メロンパン師匠。師匠、誰がメロンパンか。師匠。メロンパンでも師匠でもない。話し立てない。はい。ということで、ドリアードケバビーク VTuber、コナイシスイと申します。まあ多分、今日も京都でツッコミポジションで固まるだろうということを覚悟した上でやっていきたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。よろしくお願いします。いつもありがとう。ありがとうね。今日のパリは大事だ。燃やしちゃうの？燃やしちゃうの？針は燃えているか？燃やす。ああ、燃えている。知ってる世代じゃないか、それは。はい、じゃあ最後でお願いします。目の前のれん。のれんか。のれん。はい。前、なんだっけ。知らっ。シェルム所属の、ホラー部門主任のゆずです。今日はね、楽しくみんなで回ろうかなと思っているので、よろしくお願いします。お願いします。はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、そんな感じで、現在ね、この計7名で、やっていこうかなというふうに思いますので、皆さんね、VR チャットもし興味があったら、ログインとかね、入ってみたりとか、いろいろ回ってみたりとか、各自でしてみてください。よろしくお願いします。それじゃあ始めていきましょうか。お願いします。レッツラゴーということで、よろしくお願いします。さあ、カメラ移動させるぞ。ゴーゴー。さあ、配信組カメラセットへゴー。じゃあこの辺りこのセットが大変だわ。斜め上に設置しちゃうからね。そうそう、これだ。カメラ切り替わるので気をつけて。私にカメラが向くよ。
おいしょー。がっくり返った。わ。じゃあ、こんな感じで、スタートしてこう。ね。よいしょ。やってくぞー。おー。とりあえず地図見ようかね。地図がね、こんな感じであんのよ。今回ね、この企業ブース。パリなのに日本の会社がすごいんだとなってんのが面白い。ね。ねえ。聞いたことある会社もね。そう。今回さ、すごいのが、マリークエントコスメチックスっていうね、ガチのメイクアップの会社が入ってんだよね。へえ。そう。これもね、入ってることがほんとびっくりして。まあそこなんだけどね。しかもすぐ近くってことはかなり気合い入った、ね。かなりすごいの。一等地に来てるからね。で、今回さらにね、ベルクさんも再出店。そう、2回目のベルクさんだよ。ちなみにね、前情報で聞いた分には、ベルクさんっていうのはあの、スーパーのベルクさんです。スーパーよ？そう。前回はね、ニューヨークにあった。カートのレースをやったところだね。あったね。うん。今回は、そこに見える通り、ボーリングができる。パリにベルクがあるんだったら、あれが。なるほど。そう。この冬は一体どんな美味しいものがあるのかな。さらにね、楽しみだな。前回、ひとまゆくんがすごいお世話になったってやろう。株式会社、大丸松坂屋百貨店。はーい。あー、ほんとだ、ある。入ってんだな、これが。大丸もあるし、丸いもある。完璧じゃん。で、さらにね、今回ね、三菱 UFJ も入ってるからね。では、行こう。こっちら辺かな。食い尽くしてやる。ここのこれ。ほら、もう店員さんが外でキャッチャーやってるよ。うわー、めっちゃおしゃくれてる。おしゃれ。そういう問題？そういう問題？バービー人形とか、そういうイメージだよね。こんな感じでさ、本当にすごいのよ。ねえ、ほら中もこんな感じでさ、映える撮影スペースもあるんだよね。可愛い。ごめんカメラの画角高くてごめん。ねえ、まゆくんが映ってる。なんか座っちゃった。わかんない。でこのね、わかんだ。おかしい。どうしたどうしたの？このカメラ。自分だけじゃなくて他のみんなも。この三つのカメラ違うらしい。おお。違いがわからない。あーこれねーどう違うのこれ。あーアイシャドウ何が違うの。一人目もあーよくわかんない。二人目も三人目も同じに見えるんだけど、これメイクの仕方がとかじゃないの。えこれを使って、うん、そうなんだけど同じじゃないみたいな。同じ。いやこれをねユーズするとメイクがされる。ここに置いてあるリップをユーズするとメイクがされる。そう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 。各自メイクアップ道具をユーズすると変わるようになってんだよね。本当だー、すげえ。画面映ってるこれ。画面高い位置。だーってこれ。こんな感じ。ユーズする前は一緒なんだね。よかったー。そうそうそう。いやーすごいよね。欠点としてはこのギミックかなり重いからさ、結構ね、そう、配信なしで来るとすごい楽しめるかな。ちなみにローカルだからね、一人一人いるん。80年代メイクやべえ。あーなるほどね。そうそうそう。いるわ、そういう店員。80年代メイクやばくね。あ、困るわ。ナチュラルメイクだね。いや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 。60年代メイクもやばいわ。という感じでね、メイクの体験もできるし、ちゃんとここね、コスメもそうだし、買えるんだよね。相変わらずすごいわ、このシステム。裏でニュー。めっちゃバイがバイバイ回ってる。バイバイ回ってるわ。バイがバイバイ回ってるって何？バイバイ回るって初めて聞いたけど。ちなみにこのね、コスメショップを知らないっていう人も、
もしかしたらなんだけど、あそこの壁のピンクの、あのカラーリングと柄を見ると、見たことあるっていう人いるかもしれない。よく、街中で女の子とか紙袋でこういうの持ってたりするときあるからね。ちょうどいいとこにやってくんない、これ。ちょうどよくない、ちょうどよくない。これはちょうどいい、これはちょうどいい。これは、これはちょうどいい。モザイクじゃねえ。モザイクじゃねえ。その辺だね。あ、でもかなりぴったりで可愛い。刺さってる、刺さってる。その辺、その辺。いいね。いいね。ナイス。よくいる美人。友達同士で会話してる感じ。あ、お客様お似合いです。それ変われますか？今言ったものですよ、それ。どうですか？友達のお客様似合いますよね。そうですよね。ちなみにここのね、どこの遊べるギミック、これ。ほら、ショーケースからリックを手に取って、で、壁のゼイジーノートを入れるんだよーっていう。かわいいよ。撮るか。いいね。そう、今、うち写真撮れないから、もう、私たちはね、動画に残されるっていうね。ほら、いい感じ撮れるよー。伝説の美女って美少年だよ。いい美少年だよ。何だったんだろう、イエーイ。ビショタジャでいい。あ、キューちゃんが T に登っている。ぶつからにゃ。大丈夫。いける。ここ見つけたね。いけるいける。いい感じだね。動画にも残ってるので、あとはよかったら。いけとるいけとる。いけとるいけとる。今日はね、ブイケットっていうね、クイールチャットの大規模イベントでね。スイちゃんもこっち向いて、はい、ポーズ。よし、と言ってもいいんだけど、ストップ版だから、ポーズは取れないんで。いい感じに、ティアラが。あ、顔に、顔に、いいんじゃない？お鼻だけになった。ああ、頭の中に収納されたー。めっちゃいいんじゃない？そこじゃないだ。ああ、メルロンでるな。そんぐらい、そんぐらい。すごいなんかバイザーみたいになってる。大丈夫？お客さんつける位置間違ってますね。なんていうかさ、ネタが通じたらあれだけど、セイントだよね。なるほど。ああ、そうだ。ちょっとそれ違くね。あーでもその辺で。お客様はこちらですね。あーそうそう。おかしいでしょ。いやでもドレス特にはあーちょっとこの先生にしたい。お客様の脳みそ見えちゃったわ。脳みそが見えた。見るな見る。という感じでね。動画にお客様の脳みそが映し出されましたわ。初っ端から結構遊べるワールド、遊べるブースになってるからね。さらにお買い物とかも楽しくできるから、自分に似合うコスメアイテム買えるかもね。私の配信を見る方はお気をつけなすって。よいしょ。まあ疲れたらこういうふうに座ってもいいしね。その位置、そこ座ったんだ。座れるよ、ここ座れるよ。あららら、そのエッチ、まずい。よーし、スパッツだから、まずい、それはまずい。私スパッツだから大丈夫。僕さんが座るのはまずい。分かんない、世の中にはスパッツで興奮する人もいるかもしれない。なんで、スパッツだから恥ずかしくないもんって言ってね、一世を風靡したわけだからね。ね、なんか聞き覚えのあるタイトルだけど大丈夫それ。いやだってもう一つの単語だとアウトだからさ、スパッツって言うしかないじゃない。多分ね、うちもスパッツちゃうとね、うなちゃんはね、見えちゃうね。これもうこの間のね、うん、この間曲を映しまくった配信を完成してね。ほら、すごい。てかこれ V キットちゃんの後でやろう。ギリギリらしいね。マリクワントリリ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 手に入るのもね、限定だよ。アンケートに答えて。アンケートってどこだ？ここのポスターをクリックするとページが開ける。アンケート？うん。
Google のフォームで行けるんだ。さ、次行こう。タッタラーン。タッタラーン。おー、いろいろあるね。やばい、見えた。見えちゃいけないものが見えてる。あー、悔しい。あれが見えてる、精神的に。私とゆずさんにはかなり効くものが見えてるね。うん。よくないものが見えた。はい、ベルクだよー。ベルクー。ベルクー。ベルクー。今回はボーリング。カタカナでわざわざベルクって書いてある。ね、ボール持ってエントリークリック流し、ダメです。シュート。こういう感じ。あ、スーパーだ。スーパーだ。スーパーマーケットだ。いろいろと配慮して解像度が落としてあるけど、スーパーマーケットだ。待って。これボール？それはボールじゃなくて、ボール持ってなくない？ボールじゃなくてダマ首。これダマ首だよね。何それ？何これどうすんの？みんなわかる？これを持ってエントリーで、これをこう持って。アホーに滑るぞ。アホーイ。おお。ガタン。ドクペさんの首が。いや、なんで？なんで？生首が投げられて帰ってきた。いやでも私ピンクじゃないもん。ほい。やったホールインワンだぜ。メロンだメロンだ。おお。しずいちゃんだ。しずいちゃんだ。なんだ。なんでそこで私を見んの。ピンがおかしいよく見ると。なんだ。おお。ピンおかしいじゃん。ピンが。そして綺麗なんだ。ホールインワン。おお、ナイスストライク。おいしょー。出た、出たビッグカツ。よし、行け、行け、行くんだ。出たビッグカツ。行くぜ、ビッグカツ。やったー、スペア。ダメだ。最悪なんだけど。イエーイ。どこ消えた？リンゴ。スイちゃん、リンゴ。どうなったルナちゃん今。リンゴだよ。リンゴ。なんで果物が出るときに私を呼ぶのみんな。え、だってドリアード。おお、フランスパンが残ったー。向こうは。ペンギンだ。うん、呼んだ？ドクペさんだ。さあ、ドクペさんが出てきた。そう。どこ？どうした？普通のボーリング玉、普通のボーリング玉。どうぞ。こんな感じだね。みんなわちゃわちゃボーリングできてるね。ナイス？かんな。全然届かんな。ナイス。なんでそんなみんな段速遅いの？なんでみんな早いの？え、長押しだよ。でも、長押しだよ。トリガーを、トリガー長押しで、パワー溜まるからね。そうするとほら、この先っぽにさ、矢印が出てくるじゃん。ビッグカツ。マックスだから、結構外せばいける。あー、びっくりした。こう、にゃー、ガーター。あ、しすいちゃんだ。いけるぞ。だからさ、メロンが出てくるたびに私の名前を言うのなんだ。にゃー。違うって言ってるでしょ。ナイス、ガッタ。そうなの？しすいちゃん外しちゃった。しすいちゃん外しちゃった。すごい申し訳なさそうに言ってたから逆に申し訳ないけど、ごめん、しすいちゃんで倒せなかったよ。今の普通のボールだったでしょ。拳銃のように正面向いて、ほら、引っ張って、引っ張ったら、ほらじゃないよ。ああ、スイちゃんサイズじゃない。ああ、難しい。こんなもん。ああ、メロンパンだ。昔の。こんなもん転がるか。メロンパン。パンじゃない。あ、むずいって。ビッグカツ並んでる。人差し指？今気づいたんだけど、振りかぶらなくてよかったやつじゃん、これ。おめでとう。ずっと
ずっとあれだわ、あのチュートリアルワールドで四角いの投げることできるじゃん。いけたー。あるある。こっちだとどうなるんだ。わかったわ。ほんとだ、ユーズって書いてある。ミラーボール。ユーズって書いてあるし、うん、矢印出てくる。なんか流れで言ったら多分レッグガーってみたいな感じのやつだと思う。飛んでないんだよね。うまいうまいうまい。やったね。ユーズ気づかなかった。ナイス。メロン、ミラーボール、ミラーボール、ミラーボール。いけー。メロン、魂。ミラーボール。あ、私の頭。ミラーボールだ。昭和を代表するミラーボールだ。おお、強い。ペカちゃん何持ってるの？よーし。これベルクオリジナルのエナドリだ。そうそうそう。エナドリ。あ、エナドリなんだ。エナドリだよ。ベルクオリジナルの。無料の畑だと思ったって書いてある。なんで合わせてきてんの？おかしい。いや、柄が似てる。俺の頭じゃない。いけー。抽選で2名に当たる。そんなんだ。うんうん。おもろいじゃん。あれ？ゆずさん、ゆずさん。イエモン、イエモン、イエモンってこの感じだっけ？ここのさ、偽もんこれ。多いのおっさんがあるじゃん。にょん。あれさ、この角度から見た。イエモンってこの感じだっけ？違うよね。これ偽もんだよね、これ。うん。まあ、わかるよ。ベルクブランド。そう、見えんこともない。ディスった、さりげに。にょん。ドクペスキー。絶対やるか。様からお仕事来なくなっちゃうよ。ドクペスキー、どこ行く？あ、こんなところにこんなものが。どうしたの、どうしたの。そうそう。なこれ。ベルクのオリジナルエナジードリンク。毎日当たる。毎日二名様に一つ三十本分当たる。美味しそう。いいな。なん。怖いこと言ってる。これさ、三十本だから。うんうん。どうやっても普通に千にはならないっていう。だから。たぶん朝昼晩じゃな。なるほど。いや、朝朝朝でしょ。朝昼晩、はい、モーニングというよりビールになってる。ね、朝朝もうそう、1リットルぐらい多分入ってるよ。朝昼晩で3本ずつでしょ。ちょっと私デスクトップの方見れないからコメント良きじゃん。良きだよ、朝。あー、ペンギンの、ペンギン VTuber ドクペさんがペンギン抱えてる、かわいい。あー、いいね、あー、ペンギンかわいい。眉毛ある。なんでってー。あー、あるわ。まつげもあるわ。これ33箱かな ?34 箱かな、どっちだろう。端数入れて34かな。しかもなんかここにもなんかあるぞ。この広告系も全部ね、ポスターでやられてるてね、ちゃんとこれ見れるようになってるからね。こういうのも面白いよね。結構注目じゃなかったら見落とすコンテンツ多いよね。ウェブページオープンになった。そう。ちなみにね、今回ね、ゲームからもソニックが参戦して提示されてるんだよね。そうね。あ、本当だ。そうそうそう、ソニックフロンティアね。ねえ、本当だ。ヘイガー。そうに。そして私とゆずさんの心の傷をえぐってくるコンテンツ。ソニックどこだ。いやー、マジえぐってくるわ。あ、ミアだ。きついって。きついって。きちい。しかも倍ついてる。いや、これね。特売日。特売？ってこと？このアバターはね、うん。特売？特売日。バージョンがね、今のとは違って2018年バージョンなんだよね。買ったのに切れないレベル、つらい。さあ向こう側、丸いだよー。
はーい、クイズですね。成功してるよ。削ろう。よいしょ。はい。これにしてはこういう風に削れてるからね。ね。丸井さんはね、モデルとかもかなり綺麗に作られてるし、ギミックもね、ちゃんとサバゲーとかで楽しめるように作られてるのが素晴らしいよね。ちゃんとサバゲーみんな使えるよ。みんなサバゲーやろう。いいね、サバゲーね。分かった？なんかやってるなって思ったから。こんな豆知識が出てくる。楽しいね。ちなみに向こうにね、エッフェルトのところにラナウェイがあるね。ハサウェイ？ハサウェイ？また連邦に反省を流しちゃう。ガンダム、ガンダムならばみたいになっちゃうね。ブライトお父さん。で、ミスラのマフティに。こっちも内容は違うんじゃない？銃が違うから。で、ここがね、前は屋上にあったこの回転する椅子。ほい。わー。うわー、これ。読んだよなー、これ。これ、夏もだけど、マジで三半規管来る。ねえ、この胃がせり上がってくる感じ？おいしょさ、向こう側行ってみよう。で、こっち側のブースにはね、これ騒音プロジェクトライブっていうライバーの人たちはね、企業ライバー、ミュージックブーケットの時とかにもブースを出してらっしゃるね。VR の中で踊ったりするっていうので、実際音楽活動をね、V ラジオでやってる方なんだよね。うんうん。遅いなぁ。これは眉毛？眉毛？おいしょ、眉毛。基準眉毛。見てるから太いかなと思ったよ。そこなんだ。え、でもあの子太くないの？太くないな。太くなかった。残念。こう実は太いっていうのを期待したのに。で、あそこにね、今後 VR のさ、アバターを作るの苦手だよとか言う人用に広告が出てんのよ。My My VK とリリース2022年12月13日。これがリリースされるんだよね。アバターを作るそれぞれのね、ページもできたりとか、マイワールドを自分でね、セミカスタマイズができるようになったりとか、あとね、メタバースを体験しようっていうので、こういう新しいプラットフォームを、続々登場していくみたい。ね。まあ、こっちのね、これ。ここの、一番奥のこれかな？この V ケットアバターメーカーっていうのが、すでにもう、遊べるよう、遊べるっていうか作れるようになってるから、軽くね、触ってみてもいいかもね。これは別口でね、広告がちゃんと出てるところがあって、それと共通だから、これ引き伸ばしてるだけだったはず。ああ。なるほど。そうそうそう。じゃあ、このお店、全部そうだね。オープニングイベントやってたんじゃなかったっけな。ちなみにここね、キャー鬼の子の人、キャー、ちゃんと公式のイベントとかもあったはずだからね。よいしょ、ラナウェイ上から見てみようか。パリーのエッフェル塔登れんのかな。登れなさそうだけどね。こんな感じだね。よし、じゃあ見よう。パリで一番有名な建物？エッフェル塔だ。桜大戦3で戦場になったエッフェル塔だ。すごーい。ねえ。ね。この上に腕を組んで立つんだよね。
ちなみにこのね、エッフェル塔はね、人の名前から来てるから、本当に子孫の方の名前がエッフェルってついてんだっけ？へぇー。この方が普通に、年間パスじゃないけどね、普通にエッフェル専用のエレベーターとかそういうのも乗れて、かなりね、うん。現地に行くと、親族の人が見てるかなってやつだったね。エッフェル、最強エッフェルとか。もともと、この先は奥行けないもんね。ねえ。うん、行けなさそうだね。そしてここにいるのがエルフさん。うん。そこにいるのはエロフさん。エロフ？エロフはいないでしょう。いやー、いないよね。いないよね。で、向こうにね、ヤマハさんのブースがあるんだ。みんなが大好き、ヤマハさんだよー。あとはさっきなんで俺なんだ。さっきこったーん。ねえ。ここはヤマハのブースになりまーす。みんなシンクルームとかでお世話になってるよね。ここのね、ヤマハブースはね、はーい。うわー、これだけ散った。ギターが配られてる。なのでまあアンケート答えてもらってくるといいかもね。この日付には来るんだって。来週だね。楽しみだね。これインスタさツイッターで発表ね。てかエレキベース、あー、なるほど。ファックスとか、いろいろ持てる楽器があるから、集合写真とか、これ撮っても面白そう。ね。上に行ってると思う。ほいと。あー、なるほど。ヤマハだからね、ボーカロイドの歴史だね。もともとボーカロイド C っていうのがさ、有名になったきっかけだけど、ボーカロイド自体はかなり昔からあるんだよね。最初の方だとメイク、ファイトとかになってくるし、さらにその昔に名前が別のやつがあったんだよね。うんうん。懐かしいね。で、この初音ミク、これによってね、本当に一気に有名になったんだよね。この時がボーカロイド3っていう風になるんだっけ ?2 だっけ ?2 だね。よいしょー。上に参ります。さあ、下行ってみようか。よいしょ。おー、スタジオだー。弾けはしないだろうと思う。弾けないタイプだね。ヤマハ様にはうちらはいつもお世話になっておりますからね。上はね、本当にしょうがないんだけど流れちゃうんだね。神っぽいなぁ。2階はね、うん、結構厳しいんだよね。ね、イワシレコーダーみたいな感じ。画面に近づかなければね。髪っぽいなぁ。あー、流れてる流れてる。今ゆずさん踊ってるわ。おい、ゆずさん。もういいやん。こんな感じでね、ここはパーティクルライブを楽しめるようになってるんだ。こんな感じでね、名曲の神っぽいなを踊ってみよう。タッチパネルに触れば踊れるよー。ねー、こんな感じだね。いやー、モロ踊ってるわ。いや、さすがに踊るとね、5秒か。いや、5秒間ならセーフだよ。そう。
当にボーカルデジタルの歴史を見れるからすごいね。これとこれ一緒に撮られたら結構カメラボタンうん、一応ワン、一番流れる感じだよね。サビだけ一番よー、明日行こうね、わちゃわちゃしてる。おいしょ、ルナちゃんが踊ってもうぽいなぽいな、トゥトゥルトゥいや、全力で踊ってるじゃん。移動という感じのね、楽しめるブースになってるよ。あれですね、経験でカメラで動画撮って YouTube にすれば踊ってみた動画が一本出てくる。まあね、確かにそうですね。ヤマハブースで踊ってみたーってできちゃうね。いやん。ちなみにこのね、カメラでね、パッケージっぽくできるよ、みんな。ここ。本当だ。僕が当たってる。近づきすぎこんな感じ。難しいね。ここら辺にね、カメラを置いといて。めっちゃ見切れてる。結構これはローカルだから、あれか。いや、ローカルじゃないか。さあ、さあ、みんな、後ろ。ルナちゃんが後ろ。もうちょっと前、もうちょっと前。身長より、パチパチ。厳しい。いよー。もうちょい。もうちょい、下の方に。はぁ。いや、逆に考えよう。私たちは、文字の下にしゃがみ込めばいい。ほらこれ怪しくない？ミクの方がいいよかもね。でもミクだとルナってあれか。あーミクでこでこミク逆に映りにくい。みんな入る。難しい。超難くない？難しい。やーばいわ。ミクちゃん、やばいね。これ、あれだよ、ね、多分だけど。大人数で撮り撮りじゃないよ、これ。うん、個別で行くパターンだよね。確実なんだけど。気づいてしまったね。ツッコミないんだもん。ちょっとね、何言ってるかわからない。さてさて、じゃあ次のブースに行こうか。ねえ、次のブース行こうか。乗り込め。いやー、ヤマハさん本当面白いよね。ギターをもらえるっていうのは素晴らしいよ。ねえ、
でこっち側ここはね大丸だよ。お歳暮ギフトやってるね。お腹がついちゃう。なんかヘビテン鍋焼き風うどんうどん。すごいね。でもさ、各に、あーなるほど。名古屋コーチン鍋、レンジチーズ取り天。レンジチーは強いわ。300g。私のヨイを進めてくる。ああ、世界が動いている。いやー、今リアルにね。ついていけるだろうか。君が見ない世界のスピードに。VR だからっていうので、私立ってるんだよね。リアルに立ってるからさ、もろ影響受けんのよね、これ。立ってると本当についてるよね。ねえ。やばい。おお。おお。もうすごいっすね。めちゃくちゃね、いいんだよね。これ体験させてもらってもいいな。寝心地が本当いいの。この組み合わせやばいよ。トゥルースリーパー使ってるんだけどね、今。トゥルースリーパーが、立ってきたら、こっちかなって感じ。あー。マジで、マジで、ちょっと勉強してるんだけどね。マジで、人の睡眠の嫌になる人は、これが、ただいま、おかえり。いやー、なるほど。つらかった。つらいよね。この冬一番の場合はこれかもしれない。いやでもね、結構良かったんだよ。これか、本当にセミオーダーの枕かで悩むぐらいにはすごくいい。いやでもマジで欲しいじゃん。こっちの枕はいいよね。こっちのね、マットレスに関してはそんなに個人的には今使ってるのをどんどん布団足してってるから分厚くなってんだけどさ、これは基本的にマットレスに薄い布団を敷く人とかに向けてる感じ。こっちの方がいいよね。まあ、ちょっと入ってきて、買わなきゃ。はは、たまゆくんが、また大丸で、大量に。また大丈夫にしちゃう。なんか、ほぼほぼね、トゥルースリーパーで2時間寝てるような状態だからね、今。調整も便利で。ね。私、あれよ、枕のグラム単位で買えるのあるじゃん。そば柄入れたりとかセミオーダーの。あ、使ってるんだ、そういうの。あれでやってもらって、自分の枕を作ったけど、快適だよね。おー。おー。でもね、睡眠時間少ないから、まだ先。枕は見つけてはいない。そうなんだよね。いや、僕はマジだけどね。この人たちは短いもんね。ね。みんなちゃんと寝てるよ。
だね。落ちって言うんだよ。寝るじゃなくて落ちだよ、落ち。もう。起きた理由がって、エビ現象。シェルムの方がすごいバリバリ出てるから。スーッと、あ、そうだ、バッグだよ。もうまあいいかって、まあいいかって。いやでもこのね、うん、コライダーがあったらリアルにここに寝てたかもしれない。なんで寝れる。あー寝れる。あ、あーなるほど。これここにさ、シット判定で椅子になってて、で変わる感じ。いやまた7分に始まったんだけど。さて、あー7分に始まっちゃった。快適なムービーが。では下に戻ろうか。よーし、メシテルに戻ってきた。あーでもこれ定番だよね。うんうん、アイシングクッキー入ってるのいいな。美味しそう。やっぱクッキー感が定番だよね。うんうん。ゲロパー、ゲロゲロ。これ美味しそうなんだけど、定番だし。アイシングクッキーがいい。見て見て、おすすめの一番は大福だって。私これかな、ユキンコプレーン6個入りかな。それは二日酔いだからね。大丈夫？最終段階は頭痛がし始めるから。最終段階は頭痛してゲロッパーして、でもって寒気がしてダーってなってんのが最終形態だよね。なんだって。おお、すごい。弁護士事務所も出してる。座れないね。空中椅子？もうそこかい。そこかい。そこかい。そこ？悩ましいし。なるほど。あれ、どれぐらいね。あ、おいしい。あ、誘導操作これ、あの弁護士はなんか、誘導操作だけど、ちょっとどんなことなんだってやると思った。やばい。首
これは強いわ。全然できないんだけど。全然できないんだ。あれだよね、お客さん来なくて家賃の方が上回っちゃうパターンだよね。怪しい。怪しいね。これは？ねえ。ねえ。弁護士っぽく撮ったよ。ああ、すごいそれそれ。なんか視界がこっち見てないんだろうっていうのが気になる。はい。なんか手を組んでるね。なんかな。チャラい。弁護負けそう。負けたやつ。負けたやつ。弁護負けた瞬間じゃん。弁護あった瞬間？ちょっと弁護するだけじゃない。いろいろあると思う。これ弁護士事務所に行った人だよね。ただの。ああ、弁護士事務所の入り口のベルカメラの記録。ああ、それも弁護士ではないな。ね、ただのお客さんだよね。まあまあまあ。弁護士かな。もう弁護士じゃないよ、俺は。何が面白いってさ、この写真をさ、ハッシュタグとかでツイッターでアップしたら、弁護士の人にちゃんと無料で相談できるっていう。そういう企画らしい、これ。裏に書いてあるやつ。これ。そういうやつなんだね。全然、この頭に弁護士に何でも相談できるの。おぉ。向こう側の順路が橋の上の方に行くことだからね。あれルナちゃん入っちゃってる。どこ？ルナちゃんどこ？ここ？あ、いや、これはしょうがない。私のプテラで行く？これは俺にしては今いなきゃいけないものなのでは。椅子座れる？誰か。はい。はい。どうしてないじゃん、あんなの。おいよ。ね。まだ沈んでる？誰か。いるね。はい。はい。上に座って。はーい。おいしょー。ありがとう。すごい。初代。ユウの初期の学生ゴールみたいな。おいしょー。いやー。そしてラジオネームが見つけたっていうか一発。ねえ、なんで一発見つけたのよあれ。よく見つけたね。
おいしょ、よし、想定外だよ多分。そう、絶対なってるってマジでーって。いやあれ、浮気調査が強いよね、多分。つまりこれお砂糖に強いんだ。甘党の弁護士。お砂糖に強いよ。側でね、はい、いつものロード制約ね。デジアイデジアイ。今回は雪だるまがもらえるって。あ、これなんか2回目のもらったぞ。夏にも。うんうん。同じだからね。今回はこの雪だるまがもらえるんだってね。ちなみに今回こっち側に三菱東京ホー UFJ 出店中。未来バリュースノーマンレース。転がすんじゃない？あ、それか。いってろー。でも戻ってくると思うよ、あれ。ソリは。おお、ドリアル的な？いや、むしろエルフ？むしろあれだね。ギリギリめり込んでるからステーフ。こっからの姿が一番綺麗なんじゃない？ここだね。オープンしないぞ。おお。大丈夫か？行ってみて、大丈夫かとか。大丈夫だよ。行ってらーん。全力で行ったね。これは行ってしまったわ。そしてね、おかえり。そしてさっきまで開始ボタンを押してなかった私がここにいた。いいや、アーカイブでね撮るからいいや。録画自体はできてるからね、それ乗っけてもいいし、最悪はね。リスポーンかな。よーし、行ってみよう。おーおーゴール近っ。
考え普通の雪だるまになったね、私。ほら。ね。しょうがない。まゆくん、それは融合って言うんだよ。どんな感じなんだろうな。おお、しずいちゃん、雪だるまになっちゃったよ。融合してる。完全に融合してる。むしろそれ、三度こう吹いていきだよね。私が乗ると身長低いとこうなるんだ。にゃん。なんで横向き？ああ、なるほど。弾が当たったんだね。うん。普通の雪だるま。そして頭が動いた。なんで？ああ、ひわいすぎる。ひわいすぎる。おいしょさて、出口はどこ？かな？あ、これだ、おお、出口だ。あのぐらいの大きさのパソコンあったらどんだけでかいんだよ。アークシステムワークさん、ラインナップ変わんないね。てっきりさ、ブリちゃん出ると思ったら出ないね。ニアさん、ヤッホー、いらっしゃいいらっしゃい。今 V キット回ってるよー。ね。おこれそう。かなぁ。今この面々で回ってるよー。うん。改変でね、女の子になったり男の子になったりするからね、ブリジット。でもこれ衣装だけだから。これ衣装だけよ。てか最初は男の子で出たんだよね。で、最近のポリコレ問題で女性になったりとか男性になったりとか。で、ゲーミング PC、レノボさん、イエーイ。おー、さて、どんどんレノボだわ。うわPC をインタラクト。おー。おー、分解できるね。PC とかいろいろ置いてある。にゃん。あー、なるほど。これか。なるほど。よいしょ。あー、ユーズ。なるほど。一瞬だね。あー、一瞬じゃねえかよ。一瞬だわー。すごい似てるんだけど、ゲーセンス。こっちは？流れない。
ねえ、わしを通り。キャー。おー、世紀末。今回、クレヨンしんちゃんだけじゃなくてね、ここにいる全員が変えるからね。これで、あれでしょ？コピー横にいるんでしょ？いるだ。いやー、いるでしょ。やばいやばい。おー。これで、こうやって、こう。で見つけたね。いや、正しくは楽天カードウーマーになっちゃってるね。これさっきのあれ、こっち側判定あるよね。これまだサービス開始してないんじゃない？こっちは判定あるよ。どうしたのどうしたの？よいしょ。クレヨンしんちゃん。正面から見たときこれだけど、実際はこうなのかな？すごいよね。了解了解。ね。よいしょ。表情。あんまり変わらないね。てか、風間くんだったら、照れた顔ないと、しんちゃんと絡めた時が。しんちゃんが一番表情。ぼーちゃーん。ぼーちゃんの表情。口が変わってる。全然鼻のさ、長さも変わってくれてもいいと思うんだけどな。マサオくんはあれだよね、天下数学園の時みたいに、うんうん、楽しんでるよ。天下数学園みたいにさ、リーゼントつけてもいいかもね。あの顔、リーゼントつけたけど、あの顔とか。確かにね。てか、ブブリーダイモンとしんのすけ、しんちゃんが一番いいかもね、やっぱり。他の子に関しては、あまり表情の差分が、リップシンク入ってないのかな、もしかして。まあ、そこら辺気になるね。で、このパターンを着て、みんな、ポピー横丁とか、ハンク街スパルタンとか、ジャパンシェラフに行ってるんだね。で、ここね、ここにカメラを置いて、よいしょ、ミュージックステーション。ねえ、むしろ最近やってるん？
ション、ハムさんの時からやってないんじゃないかね。で、ここ、こんな感じでね、日曜日のね、VR の番組だね。それのライバーさん。いけるね。ショップじゃない？おいしょー。出たー。道の奥。絵の具、絵の具。この作りあれだね。前のやつと同じだね。安徳天、安徳ドラマ？テレビのやつ？テレビが最近見てないから疎くてごめんよ。だね。なんだってあ、それピンのやつは私も使ってない。使い方がね、うまくできなくて、アップデートしてからね。さあ、下行こうにゃん。ガリベンガー V のね、ブースもここにあったね。小峠飛行艦。おお。スタックしてる。迎えに行こうか。しょうがないな。ちょっと待って。今、プテラになるから、座ってみて。よいしょ、よいしょ。はい。座った？座れるよ。今チェアオンにしたから座れるはず。私に背中背中で、これで大丈夫だね。はいはいはい。あるある。よいしょ。で、着替えてと。今日、プテラなの、超大活躍してんじゃん。プテラで救出。プテラのどんで救出してる。ある意味、救ってるね。おお、 VTuber の、広告も出てるね。無線大好き VTuber、 はずみりおさん。で、こっちがJVC 剣ウッドのバーチャル社員、黒ヤシロエレンさんかな。黒とエレンさんだね。黒とエレンさんだね。で、さらにこっち側ね、今、これすごいよ。アンケートに答えて、ハリトラ 1.1 をプレゼント。抽選だけどね。
なあ。カメラのトラブルみたい。なるほど。この子はニッパーっていうマスコット犬だね。てかあのビクターのあれの蓄音機の前に座ってるあのロゴかな。あれなのかな。あれなんだ。全然違う。だって横に蓄音機置いてあるし、あれなんだろうね。だってね、家使ってる企業ロゴってこれか。音楽関係だとビクターのあれじゃない？なるほど。知らんか。で、丸いの最後がある。ミッション完了。なんかごっついのある。よいしょね。丸井さんすごいよね。で最後にこの凱旋門、ウィケットちゃんが1号ちゃんがいるね。で今回このねウィケットスタンプラリーがあるんだよね。見えないでしょ。よいしょ。で、これさあ、スタンプラリーここをね、押すとページが開くんだ。これでね、スタンプラリーのページが開いてスタンプを集めて画像としてゲットできるんだよね。全会場のね、ところに設置してあるんだ。そうそうそう。ウェブページ上にスタンプが溜まってるからね。ウィケットアカウントを新規作成。ウィケットのショップ使ってればそのままログインできるよ。あ、なるほど。あ、なるほど。新規作成せずに。前回使ったで。そうそうそう。ウィズグーグル。前回使ったウィズグーグルのはずだった。で、これ貯めていくと、ツイッターでつぶやけるように、画像をね、画像でこのツイッ、スタンプラリーのやつをゲットできるから。配信にはならないんだけど。めっちゃスタンプラリーあるわ。でしょ？びっくりするでしょ？お疲れ様、クリハさんでした。次のワールドを出そっか。次インスタンスを出せようか。名古屋行く？とりあえず名古屋行っちゃうか。名古屋行こう。札幌と名古屋どっちがいい？なんか名古屋の方がボリュームで頑張ったから
さ、おいっけじゃあインスタソーフレンズで札幌の方が、札幌の方がなんか美味しそうなものを置いてる気がする。まあねとりあえず名古屋が行こう。おーちょっと安定するね。なーなーなー、いやー763もある。おいしょ、ちょっと水分補給。ふう、ごちそうさま。よいしょ。名古屋はね、多分ブイケット史上一番大きい重いワールドかな。うん。70% 突破。80突破。90超えたね。来るか？ 100% ゴー。名古屋すごくね、シャチョコか。どうしたの？座ってみた。さあ、来たね、名古屋だよ、名古屋。このね、お城のこっち側だっけな。名古屋はどこだ？ひすいちゃん、まだハロウィン気分が抜けてないぜ。ハロウィン気分、青いシャチョコ。違う、これはね、金箔でハリハリしたチョコなんてね、そんなんだけど、俺が結婚するときにね、なかなか結婚するんじゃないんだよ。つまり、逆立って緑で歩くと、でもね、このワールドね、刀を抜いて切れるワールドあるら、ワールドギミックかな、で切れるらしいから。ワールドを切る。あとね、シャチホコバズーカがあるんだって。シャチホコバズーカ、うん、スプラトゥーンじゃん。あんな感じ、あんな感じ。お、来たね、しすいちゃん。オッケー、よーし、じゃあ行こう。こっち側だね。
ゴー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 ゴエビ不良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 てかさ、あれじゃね、さっきみたいにパリじゃなくて日本に移った途端に倒すの増したね。いやね、ね、で、そこに試し切りができるのがあるね。ここはアコムだね。ほら、ここの ATM、 これでねご利用いただけます。はい、2分間刀を借りれるよーって。へえ、2分間か。これでここの藁をはっほう刀を借りてる。ここの藁を切れる。せや。これどの方向でも切れるからね。剣才が入る。ほら。楽しくない？刀同士でぶつかると音が入る。にゃーん。その小判何？その小判をね、城内にある小判4枚集めて、刀のこの 3D モデルがもらえるんだって。なんで？まず表に1枚あったね。ね、で、あと上だね。下に2枚、外に1枚、ここに1枚。ここに1枚。そこの、ここ、ここ。本当だ。ねえ。OK、上はトップだわ。で、これで上に行くとね、ゲットできるはずよ。ね、これでここのページを開いてゲットできるんだね。アコム。アコーローシに4枚上だよ。外に1枚あったよね。ここに1枚あった。で、そしたらここ 3D モデルゲットって出るから、そしたらここをクリックして出して、お持ち帰りのゲットだね。結構よくない？いいよね、これ。ちなみにこれね、持ち手のツバの部分がアコムの A になってる。このマークだね。
ネタに溢れてるんだよね。よいしょ。ちなみにこれまだ本当に入り口っていうね。いやー小判だけに。ねえねえ、この二人がね、本当に本当に生きてるんですよ。これすごいよね。なんか見た顔だな。いや、さっき上で流れてたな。隣のこれもね、すごくさっきパリで見た顔だなーって。パリで見たあの顔だなーって。ね。ちなみにね、そこのブイケトちゃん、エビフライ配ってる。それ食べたいのか食べたいないのか。少ない。にゃん。あーこれ東京にあるじゃん。あのでっかい6メートルの置物。名古屋だっけ。ほらあの人型のやつ。名古屋のねえ、どこかな。あの季節によって着替える人形だよね。超巨大な。じゃあこっちだね。なんでエリートストラップ。おー、リアクトの人たちだ。ねえ。あ、これ前回に負けてないな、評価。強化されてる。ビームスがまた服屋出してる。いや服屋なんだけどさ。あー大喜利チャレンジ。大喜利チャレンジ。謎キャラクターベニスマンの決め台詞は。だっちゃ大喜利チャレンジしよう。おお。ベニスマンを知ってる人がいない。上が相変わらずなんかあるのかな。おやー。ワークセカンドフロア。ここだね。おお。にゃん。どこでこれ。サンタハウス。サンタハウス。なんか見えるな。スタート。子供を殺さずに。クリア。クリア。これこれ。
おお。確かにキューちゃんつけてる。キューちゃんつけてる。これ持ってるよね。うん。同じものだね。持ってるよね、キューちゃん。結構いいデザインのやつじゃん。今回これ犬マスク。キューちゃんご用達。ね。おお、こんな感じだね。青。雪のテカリ？そうね。まあまあそうね。ね。あ違うわ。それだ。それだ。そうね。あれだ。すごいクリスマスよ。やった。いや多分ここのシェーダーだね。大丈夫ね。大丈夫ね。冷凍ビュービューだから。冷凍ビュービューだから全然大丈夫。大丈夫大丈夫。脇が寒いぐらいぐらい。なあ。ページ置くとくわ。はーい。あ、そういうことなんだ。リンクなんだよね。多分ね、リンク外れてんだと思うんだよね。消されたやつがルナちゃんに加算されたと。ないよね、大きさ。ローカルでロークオリティだね。しかも
ね、私の昼間だわ。ここまでネタバラシする？特別な天地に聞こえるものはありません。というよりかね、上に行けるね。出たベニスモン。アイスバー。よく見るマッチョだ。ベニスモンシュワー。私も利用。せーの、キャーン。ビームさん毎回これあるからな。
評価層とりあえずホラーだね。サイコスリラー。サイコスリラー。本物はホラーブースとなります。猟奇的な表現が出てきますので苦手な方はご注意ください。体験中ギブアップする場合は拡張メニューを開いてパラリアル名古屋にお戻りください。体験の中にある表示される指令に合わせてストーリーを進めてください。残念、行ってみようか。ほら、これ大丈夫。あ、じゃあ、ブー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 。どうなんだろうね。これ座った後にスタートを押さなきゃいけない。ポイポイ。かな。とりあえず後でこれはオフで行きます。オフで。ここはちょっと体験ね。ジョブ診断、魔法陣に入ろう。おお、魔法陣で動画睡眠音楽キャンプ診断する。ジョブ幻遊詩人、あなたは幻遊詩人、奏でる声色はすれ違う人の意識を惑わせる。心に溜め込んだ音色を吐き出しながら世界の自分の声を出ていく。さらなるメロディーを追い求めるならそれはそばにいてくれる音色のパートナーが必要だろう。楽器をアンドボールで検索。ここはね、アンドボールっていうウェブの通販サイト、それのページだね。いやー、ガラガラポン。白おめでとう。通販で500円分の割引券になるね。ほら、キューちゃん、下にあるじゃん。ほら、でかい。ルナちゃん、下にあるよ。ほら、実物大だと思う。これだねー。ソニーが出すモーションキャプチャー。なるほど。へえ。ソニー専用のキャプチャー。六箇所。買っちゃおうかな。へえ。でモンブランには欲しい。で、おいくら万円ですか、これは。4万ぐらい。5万。
5万中だっけ。つまり実質4万だね。ページ開いただけで大物パンダに5万だけだよ。安いよ安いよ。36点カードにゃん。今回のロケットちゃんはこれかっこいいね。本家をこっちに置いてあるし、させるとよいしょ。うまい棒コラボ。これには勝てないでしょう。ほらお顔に楽天ビビットカード。カード売ってる。ビビットカード。カードは何だったんだ。これがフットボイクのカード。うわー、これはキュウちゃんのカード。これはルナちゃんのカード。うわー、これはクレハさんのカード。やばいね、みんなのカード。いないいない、いないさんカード一枚入れるよ。ね。で、こっちから中入れるよ。クリアするとね、カードの 3D モデルをもらえる。おいしょおいしょ。しずいちゃんがいたずらしてる。わあ、
仕事選ばない産業系はまだね。おいしょおいしょ。シューティングだね。ちょっと待って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 待モデルもらえるって。で、気に入れたい人はね、カードで遊ぶのかな。ナンバーレスカード。なんで。ケーキをショッピング、ワンカロールなんだけどね。終わった。理解できましたか。はい、進んでるね。ところがよくわかんないね。
乗ってるっぽいよね。まあ気軽にまとおお、来てる来てる。私が今呼ぶセンドインバイト呼んだ。私も少しね。無理だけはしちゃダメだね。ちなみに今私は完全に横になってます。にゃ？にゃもう来てるね、来てるね。めちゃくちゃ見えるね。ねえ、見えてきた。てか SMBC 毎回ギミック凝ってるな。なんか飛んできた。なあ、やっほー。カードのね、やつが、ペースを置いて出る。ああ、なるほど。よいしょー。まあ、700あるもんね。ね。よいしょー、よしろあずき先生。ないない、語り入りはない。
やあ。一応クライミングもできるけど名古屋駅の方がいいね。あ、中にね駅がある。ちゃんと。はい、こんな感じ。よいしょ。よいしょ。お、いろはちゃん来たねー。あ、いろはちゃんだ。このインスタンスに来たから、あとは大阪の時考えたらこれもうだいぶ後半だよね。そう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 、最後っていうか駅から電車乗れるから。あ、なるほど。ってことはいろはちゃんが電車乗れずに置いておかれる。あ、あったー、やっほー、ヤッホー、よかったよかった、ヤッホーヤッホー、いい、ヤッホー、どうもー、いろはちゃん、どうもどうもねー、お疲れ様でした。しすいちゃんがお腹から現れた。生えてる。ご根性。いろはちゃんがしすいちゃんを産んだ。産んだ？産んでない。産んでないよ。にゃん。のぶなごのぶっち、のぶっち、のぶっち、こんな巨大だったんだ。のぶっち、でけえな。でかいね。こうやってくもの、のぶっち。そりゃあ、日本の皇帝的になるよ。ポケモンの名前がやってるの。あ、ポケモンは毎回広告出してるよ。そうだ。あ、なるほど。バレット、バイオレット。で、ここおめしついるんだよ。ほらおめしつちゃおにゃん。で、ここでいつも通りパスモじゃないや、交通系 IC をゲットして、もう何回もやった。トイカ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 、クルクルしてる。空中にいる。ルナちゃんが潜って、あー、ありがとう、当たり前だった。めちゃくちゃ重くなってるね、しかも。
なってない、まだ置いてる。まあ、とりあえず進んどく。いや、そのまま移動しましょうか。ちゃんが再インしてきたね。いやなんだこんなこんなこういう風に遊べるようにしたのは悪い。ねえ。これでようにしたのは悪い。まあ我々はセルフで。トイカ写真撮ってたらこれ愛知県写真撮ってたらなんですか多分サインできるんじゃないうんルナちゃんは完成待ちだね。降りるんだっけ？
よいしょはぐれた。よいしょよいしょ。はい、おかえりー。ここはうん、ここここマイク復活するからね。イエーイ。イエーイ。私は褐色なんで。いやー、でも何もねー。いやー。そんな褒めても、褒めても出るのこれぐらいですよ。出たー。出たイエーイ。まだ1年目でいや、早くこれをね、もう実際のオブジェクトとして取り上げるようになるみたい。うん、うん、
名古屋の宇宙駅。宇宙駅名古屋駅で、宇宙駅名古屋エリアに一人いる。名古屋大通りエリアに6人。名古屋大通り？そうそう、これ飲んでるし。
会社に戻されちゃった。不思議だよね。そうそう。テレビ会社に戻されちゃったの。開いてるけど大丈夫っぽいね。セーフ。しょうがないね。シルクで天然担当はなんかこのものだから。怖いね。あのね、横にいるのがおばくのプロだから。にゃーん。ひろはちゃん、プロだったの。札幌出すよ。突然に急にって言われることがあったんだ。あ、それはね、びっくりするよね。札幌行っちゃう？明日行く？マジや。てか、むしろね、日をまたいだから別に今日は一旦終了でもいいかもね。そうね。じゃあカメラはここら辺でスタッフ台見ればいいか。よいしょ。あとはまあ、フラットをね。ダメじゃん。とりあえずこの後プライベートでぐるぐる回ろうかなって感じはするから大丈夫だね。そうだね。これ締めに入るまで、最近の確認取ってる方はカメラ設置して設
して、ここ、シャンプー台の上でね、うん。シャンプー台見えるところでね。ゆずさんだね。後ろにいるよ。今ひすいちゃんが合体してるね。ふう。もうちょっとこっちね。このスタンプ台中心に集まってくれるとちょうどいいかもね。誰か何か食ってるね。ゆずさん。ゆずさんだよー。レロレロレロー。音すごい乗ってる。びっくりしてる。バニ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 こっち来てもいいか、こっち。ゆずの、ビアガーの先に来てますよ。どこら辺かな？ここら辺で。ねえ。大丈夫。大丈夫。こういうのロボって言うんだよね。受付のやつだね。大丈夫だね。はい、おいしい。パリって予定だったんだね。僕はパリって言って、名古屋から2店舗ぐらいで。まあ、終わったんだったんで。皆さん、どうでしたかね。結構ちょっと、どうだろう、前回に比べると、まだ比較的内容が軽い。軽いよね。そうね。企業ブースは軽い。ただ、容量は大きい。そんな感じだよね。よいしょ。ぜひ気になる人はみんな見に来よう。ちなみに今日の人はみんな概要欄に貼ってあるからね。 YouTube、Twitter 両方見てね。私からは以上。バニーになる人と、14時。
変わってない。何とんでものだけど。大丈夫かな？アイテムとあれだな。序盤取り忘れた部分、配信スイッチを押しなかった部分、あとでアーカイブとして全部まとめてあげようかなーくらい。おこれがある意味大ゲームの強みだね。録画素材あるから。の一般ワールドが待ち構えてる。オッケー。まあそれがね、それぞれあれあるもので、いつも回る配信する予定ではあるから。私はね、ぐるぐる回ろうかな。用意しないと喉に来るね、やっぱり。まあ、ね、ちょっとめちゃくちゃ楽しくてる。じゃあ、明日じゃあまた明日の今日今日今日明日今日だね。日曜日曜日ゆずりゆずり。もはや今日だ。お疲れ様でした。
疲れ様でした。お疲れ様、やってみー。さて、プレゼントさん、continue to further evolve more. More, more, yes! I'm a little confused.